夏のスニーカーっていうテーマでご紹介したいと思います。昨日もゴールデングーズの靴はおすすめご紹介したんですけど、昨日おすすめたやつはちょっとハイカットなってたんで、これは 59,800円、倍まであった商品です。でこれはハイカットじゃなくて、ここも何ですか、このかかとからくるぶしにかけての厚みが薄く、ここのソールも分厚いので歩きやすく、少し足長効果があるっていう感じです。これもまあ少しユーズド加工がしてあって、履き古した感が出てはいるんですけど、すごく歩きやすくって、爽やかに夏履いていただけるスニーカーです。でこんな感じで夏おしゃれを楽スニーカーでおしゃれを楽しめる感じの靴なんですけど、他にもいろいろスニーカー今出てまして、これコンバースなんですけど、マリメッコーとコラボレーションの靴です。もう何年か前から結構コンバースがマリメッコーとコラボした靴いっぱいあるんですけど、これもソールが分厚くてハイカットなんで、そんな足長効果とかはないんですけど、夏爽やかに履けるスニーカーかなと思ってご紹介しました。こんな感じですね。すごく足のラインが綺麗に見える靴かと思います。であとはいろんなブランドがスニーカーを出してて、まあこの間紹介したプラダもそうじゃん。これですね、もうほんとこれのすごいところは、私が求めているスニーカーに求めているものすべて持ってるってところなんですよね。なんですけど、ポッテカなんかもこんなスニーカーを出してます。ここもですね、さすがやっぱり私が求める部分をちゃんと網羅していてっていうのが、プラダの靴を説明した時と一緒なんですけど、まあかかとの部分、ちょっと真横からの図がないんで分かんないんですけど、かかとの部分が少し分厚めになっていて、ヒール効果が少しあって前のめりになるので少し歩きやすい。でまあ中敷きというか下のクッションもありますし、あとはここの差ですね、ここのかかとからくるぶしまでの差がすごく狭いので、狭いしここの幅が広いのでスリッポンみたいにスポッと履けてスポッと抜けられる。でもまあ広すぎない、でスポッと履ける分ここが広いので足長効果、履いた時の足長効果もあるっていう素晴らしいデザインになってます。でレザーでできてて、ポッテカならではのこの編み編み、これもう自分でほどいたら二度と再現できなそうなんですけど、まあお店の人がやってくれるかなって感じはしますけど、まあそんな感じの靴ですね。そしてあとこれ面白いなって思いました。昔のズックみたいな運動靴というか上履きみたいなデザインで、これなんとコーチから出てるんですけど、12,300円って言ってすごくお手頃な価格なんですけど、これもすごい考えられてて、見てください、こことかはレザーなんですよ、紺色の部分は。これだと質感わかんないかな、あ、少しわかりますね。この部分とかもレザーでなってて、あとはこの白い部分は結構通気性のいい生地素材になってるっぽいです。でコーチってかかとにさりげなく書いてありますね。コーチってさりげなく書いてあります。で一見パッと見これ安っぽそうなんですけど、
意外とレザーでできてたりとかして、あの実物ちゃんと見たら高級感があるっていう靴です。でこれ本当、これは結構かかとがあの薄くて、あのそんなに足長効果はないんですけど、でも歩きやすくって軽快にたくさん歩ける靴かなと思いますっていう感じで、はい、まあカジュアルすぎない大人の夏のスニーカーを紹介しました。